もう春休みも終わりか。新学期には新入生も入ってくるし、クラス替えもある。楽しみ。クラス替え、いいこと思いつきました。サトシ君、クラス替えの裏側見に行きませんか？クラス替えの裏側？ブラックチャンネル。極秘クラス替え大会議？何これ、本当にここでクラス替えの会議してるの？逆にこれでしてない方がおにやばです。さあ中に入ってみましょう。ブラックのデビルツールで透明になったのはいいけど、本当にこれバレない？音に気をつけてれば大丈夫ですよ。ちょうどモモ先生が来ました。扉が開くタイミングで入りましょう。本当に先生たちが集合してる。それでは皆さん揃いましたね。これよりクラス替え会議を始めます。よっ、待ってました。それではクラスのバランスを整えるため、それぞれ欲しい生徒を調整していきましょう。誰を指名しようかな。欲しい生徒の取り合い？こんなことが起こってたなんて。かかか、これは鬼ヤバな動画が撮れそうです。ではまず上杉、彼は私のクラスに欲しいですね。おや、伊予田先生もですか？これは満場一致で神杉の取り合いみたいざますね。神杉の取り合いって、そりゃ確かに神杉は勉強もスポーツもできて優秀だけどさ、神杉は譲れないざます。うちだって優秀な神杉は必要です。神杉くんはどの先生も欲しがってるみたいですね。みんな譲らなそうだね。分かっていませんね皆さん。いいですか、この会議は各クラスのバランスを整えるためのもの。ならば私のクラスに上杉が入るのは当然です。なぜならすでにサトシ君がいるのですから。俺？まあサトシがいるならしょうがないか。そうざますね。みんなあっさり引いた？では皆さん納得ということで。俺ってそんなにマイナス扱いなの？ひどいよ。かかか、知らない方がいい真実でしたね。クラス替え会議。それでは少し休憩しましょう。サトシ君、今です。先生たちの手元の資料を見てみましょう。こちらは伊予田先生のクラス名簿みたいですね。上杉と俺がいるクラスだよね。あれ、みんな真面目な子ばっかりだ。どうやらクラス全体がとてもまっすぐみたいですね。曲がったことが嫌いな伊予田先生らしいクラスです。むしろバランス悪くないこれ。サトシ君で全てを補っているのかもしれません。俺の存在を大きく見すぎてるって。こちらはハラス先生のクラスですね。おとなしくて物静かな子が多いみたいです。きっと自分の言うことを聞く生徒ばっかり集めてるんだ。こちらはスポーツが得意な生徒ばかり。なんだよこれ、全然バランス良くないじゃん。先生たちの好みで決まってるみたいですね。あ、モモ先生だ。本当にこれでいいのかな。偏りすぎると子供たちにも良くない気がする。でもうちが間違ってるのかも。モモ先生だけちゃんと心配してる。しかしモモ先生は新人教師ですし、あまり自信がないみたいですね。これじゃあ真剣にみんなのこと考えてるモモ先生がかわいそうだよ。なんとかしてあげようブラック。確かにそうした方が鬼ヤバな動画が撮れそうです。モモ先生。ああ、ブラックさんとサトシ君、ここは先生以外入ってきちゃ。これはデビルツールのデビルスカウターです。これをつけてみてください。それでは。何これ、大丈夫なのブラック？ええ、モモ先生ならきっとうまくやってくれるでしょう。デビルスカウター。それでは会議を再開します。次はマスグ君、彼は少しやんちゃなので私のクラスで引き取りましょうか。あ、生徒の写真に反応して文字が表示された。風紀引力25000。よくわからないけどこれって強いよね。待ってください。どうしました？その子は風紀委員がとっても似合う子だと思うんです。これ以上伊予田先生のクラスに入れたらクラスがまっすぐになりすぎるんじゃないですか？た
確かに彼は学校に無断で風紀委員をやっていたぐらいまっすぐな子。それって本当にまっすぐなの？私は曲がったことが大嫌いですが、曲がった子供たちをまっすぐにするのも私の使命。今回は礼を言っておきましょう。助かりました、モモ先生。私がすべきことを見誤るところでした。いえ、分かってくれてよかったです。では、まっすぐ君はどのクラスに行ってもらいましょうか。ハラス先生のクラスがいいと思います。ハラス先生のクラスは引っ込み思案な子が多いので、まっすぐ君がいれば活気が出ると思います。いい考えですね。ハラス先生、問題ありませんね。わかったざます。やった、これでバランス良くなったかも。これじゃ扱いやすいクラスを作る計画が台無しでます。次はもっと静かな子を手に入れないと。では次は音無しさんです。この子はどのクラスに入れましょう。あの子は落ち着きよく43万、大人びた子みたい。はいはい、うちのクラスがもらうざます。でもそれだとハラス先生のクラスに静かな子が集まりすぎるかも。いやいやいや、モモ先生は分かってないざますね。おとなしさんは騒がしくて有名ざますよ。そんなことないと思いますが。モモ先生はあの子を知らないだけざます。あの子はうるさすぎる問題児で有名ざます。あんなダメな子はうちで引き取らなきゃダメざます。嘘だ、子供たちの悪い噂を広めてまでクラスを思い通りにしようとするなんて、そんなのひどい。さあ、これで問題ないざますね。おとなしは私のクラスに。よくそんな嘘が言えたの。え、もも先生、私利私欲のために生徒の悪評を広めるなんて、教師の風上にもおけんわ。嘘なんてついてないざます。何か根拠はあるざますか。根拠はお前が嘘つきだからじゃ。なんざます、それは。お前は今日会議に遅刻したのは生徒に授業の内容を聞かれたからと言っていたな。それがどうかしたざますか。本当はトイレが我慢できなくてお漏らししたから着替えてたんじゃろ。ぎっくぅ、どうしてそれを。お前のおもらし力がわしにはわかるんじゃ。私には意味がわからないざます。それにお前の猛根力はたったの5。その頭の髪、本物かい。ぎっくぎっく、これはそのえ用事を思い出したざます。早退するざます。少し大人げなかったな。よかった、これでクラス替えもバランス良くなりそう。かかか、見応えある会議でしたね。次のクラスはいよいよ今日がクラス替えだ。次はどんな友達ができるかな。あら、おはようサトシ君。よう、サトシ。おはようございます。あれ、みんなクラス一緒なの。え、サトシ君聞いてないの。え、クラス替えは中止になったんです。中止？クラス替えって中止になることあるの？会議で振り分けは決めたんですけどね。モモ先生、あの後会議で何があったの？伊予田先生にスカウターのこと聞かれて貸してあげたんです。そしたら数字が揃っていないと許せないって言い出して。曲がったことが嫌いだからクラスみんなの数値が平らになるように合わせてるってこと？かかか、それは大変ですね。来年ぐらいまでかかりそうです。それじゃあ一生クラス替えできないよ。給食力15万、算数力4211。この子たちの計算が合わない。完璧に真っ平らでまっすぐなクラス替えにしないと。曲がったことは許さない。コロコロコミック4月号ついに発売です。今回のブラックチャンネルは大長編50ページ。なんと俺ちゃんが幼虫バチェラーに。とんでもない鬼ヤバ企画がまた始まっちゃいます。さらに最新マル秘情報もぜひお手に取って確かめてくださいね。 This is エンターテイメント。ジージージー。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。